洋服駅は、兵庫県矢武市堀畑座席石群にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅。洋服の名前を冠しているが、洋服市の代表駅は、隣の洋菓駅となっており特急は停車しない。豊洋駅管理の簡易宅駅である。なお、当駅では、2019年7月現在愛古家等の IC カード乗車券への対応予定はない。自動券売機は撤去され、 減損しない。島式ホーム一面二線を持ち、行き違い設備を有する地上駅。一線スルー配線ではなく、Y 字分岐になっているため、ホームは方向別で分けられている。駅舎は線路東側にあり、ホームへは古線橋で連絡している。通過列車であっても、速度を落として進行している。以前は、ホーム上に乗り場、番号の表記はなく、 列車到着時の自動放送及び駅掲示の時刻表でのみで明確にされていたが、現在は上屋に番号表が貼り付けられている。兵庫県統計書によると、2016年度の1日平均乗車人員は76人で、ある。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。自転車置きあり ABCDEFGH、兵庫の鉄道全駅 JR。 三石神戸新聞総合出版センター2011年12月15日129ページ ISBN 9長7843億4300万6028北近畿エリアで愛国家がご利用できるようになります西日本旅客鉄道2019年7月9日発表2020年4月23日閲覧 ABC の 停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、302ページ。ISBN 978から4から533029806。通報中央本線肘状駅ほか11駅の駅員無配置について。鉄道広報、P2、詳細は、豊岡鉄道部概要、または、豊岡鉄道部歴史のいずれかを参照。 福知山市社管内の鉄道部全オバ浜鉄道部も廃止、JR 西日本京都北部経済新聞2010年6月6日、加えて道分内にはそれまで万端線の全中間駅を管轄していた福崎鉄道部も同時に廃止になった旨も閉鎖兵庫県統計書。ありがとうございます。